ソウル特別市内の一南大門市場の食堂街、南大門市場は大韓民国ソウル特別市、観光の北に位置する繁華街である。東大門市場と並ぶソウル二大市場の一つ。1414 14年、朝廷で南大門の周りに店を建設して商人に賃貸した。1608年には、千恵町を設置し、個人商業市場が形成された。歴史ある。 建造物である新世界百貨店本店、中央銀行である韓国銀行本店、民間銀行の国民銀行本店がある。また、近くに繁華街ミョンドンがある。ソウル市内にある四大門の一つ、高志霊門を起点に、四方およそ200から500メートルの中に、大小約1万点以上が立ち並ぶ。日用品や食料品、衣料品が中心となっており、 買い物客で常に賑にわいを見せている。日本人観光客にも人気の高いスポットの一つであり、土産物を販売する店も少なくない。深夜営業の店舗もあるがそれらの多くは卸売業的な性格を持っており、韓国国内から仕入れに訪れる人が多くいる。近代的なビルが立ち並ぶ東大門市場と比べ昔ながらの市場の風景が残っていると言えるが、 ファッションビルのメサが開業するなど姿を変えつつある。高し霊門は1398年に城郭の正門として建立された。花崗岩で作られた土台の上に木造の二重楼閣が建てられており、ソウルにある木造建築の中では韓国最古のものである。南大門という通称で親しまれていたが、これは城郭に作られた八つの門のうちの一番南側に、 あったため、南大門と呼ばれるようになったのである。かつて、高市霊門の周囲は、柵で囲まれ、ロータリーの中心まで渡ることができなかったが、後に、門の南側に、広場が造成され近づいて見学できるようになった。2006年3月からは100年ぶりに門をくぐる、ことができるようになっていたが、門は2008年2月、放火により全焼。 2013年4月まで復元工事がされ、同年5月に復元が完了した。ソウル南大門市場、暴力で牛耳る管理会社社長が、常習的共活共同通信2012年1月12日、ありがとうございます。